輩じゃない、もう日本で一番女性を動員した社会チャンピオン。中学校の時らしいですね。中学校の頃だ、はい、中学校で世界チャンピオン膨れましたよ。そうです、世界チャンピオンになるでしょうね。プラタチャンピオンちょっとやりましょう。こっち減量なってこれ落とさせて。トカシキカツオです。トキワラシンジです。今日も耕しますよ。お畑耕しです。だから農村行ってこいよ、農村に。海外で活躍した、はい、日本人のね、世界戦、ビッグ、まあ、向こうででかい試合、そうビッグマッチね、うん、まず一番はやっぱり初めて海外でタイトルを取った、うん、西条昭三、初めてです、はい、初めてだからシンデレラボーイと言われた西条昭三さんな、はい、西条会長はうちの沖ジムの会長宮下会長がそう本当はロスに行ったんだって、で付き人で連れてったそう。世界取るために行ったんだけど、センターボーイで行った方がそうそう世界チャンピオンになったんだ。会長は遊んでばっかりで、会長さんは練習の鬼で努力ばっかりして宮下会長は、タバコとおコーラ、うん、おコーラばっかり飲んだってね。そうそう現状で行ってレストランで、なんかサラダかなんか頼むのかなと思ったら何って言ったら、うん、コカコーラ、もうそこで有名になっちゃって来たらもうコカコーラ、コカコーラ。みんなでも名前言われてコカコーラって言われてる。ミスターコカコーラ、ミスターコカコーラ。宮司会長ってすごいんだよ。あの顔して酒一滴も飲めないからね。そうだよ、コカコーラって顔してるけどね。そうでもあれと成績すごいな。あ、そんな強かったんですか。勝ち、負けも結構あるけど。そう、勝ち負けはほとんどガスケツの負け。だから練習してないもん、うん、すいませんね、会長。宮下さん、聞こえない、聞こえない、聞こえないと言ってくださいよ。いや、でもね、そういう、そうそう宮下さんについていった西条さんが2年後シンデレラボーイとして帰ってきたわけ。そうそう、すごいよ。それでもう女性の人気が半端じゃないんだ。めちゃめちゃいいところですもんね。いや、お前の奇妙な人気やったけど半端じゃない。もう日本で一番女性を動員した世界チャンピオン。いや、そうですか。すごいもんね、なんか、うん、なんか松方弘樹さんをなんかもうちょっとかっこよくしたような感じ。そうそうそう。一回ノンタイトルで勝って、またそうで本戦でも勝ったんですね。本戦でも勝った。フランボースです。で、西条さんが一番最初に取ってきたんだ、うん、海外で、はい、おこれはかっこいいな、ね、勝っちゃうな、はいはい、うん。まあ古い選手だとね、あの柴田さんとか、うん、柴田さんとビセンテサルティバル、柴田さんも強かったからな、うん、当時の6度防衛はな、日本の記録だからな、うん、強かった、強かった。ビセンテサルティバルっていうのはこれメキシコの赤い、赤い鷹と言われてた選手で、あの私の会長だった関会長ともやってるんですよね。あ、そうなんだ。関会長は負けたんですけどね。ビセンテサルティバルが関さんとやって、まあ、関さんが勝ったような試合したみたいなんですよ、うん、海外では判定負けしたらしいですけど、負けてその彼に柴田さんは勝って、そう、勝ったんですよ。世界タイトルで、海外で勝ったんですよ。世界タイトルで、世界タイトル。でもすごいのがロベルト・デュランとやったガッツさんです。これはすごいな、ロベルト・デュランが4階級制覇した、はい、このパナマの星、そうすごいよ。だってあの人が世界チャンピオンになった日は休日だからな。休日だよ。パナマの石の拳ですよね。そう、4階級制覇。聞いたんですよ、僕ガッツさんに、うん、どうでした、すごいこと言うのかなと思ったら、大したことなかったよ。俺はあの時やる気がなかったんだって言ってました。で結婚して子供ができて本格で 本気を出したって言ってました。まあでも、はい、強かったからな、デュランはライト級時代だろ、それも。そうですね。俺はもう半端じゃないと強かったからな。相手いなくて上の階級上がっていくんだ。そう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 。まあ、ライト級がおそらくデュランは最強だったんでしょうね。そう、あの、ね、ライト級の最強話でやったら、うん、やっぱりロベルト・デュランが一番多かった。そうで、デュランはミドル級でもやってんじゃん、こっぱにされてるもんね。そう、ミドル級じゃもうダメ、無理だよね、やっぱこんななっちゃってもん、うん、なあ、あのライト級のさ、スマートな体がこんな、でも相手がいないから上がっていったんだからな、すごいな、やっぱり最近だとね、西岡君とか、西岡君が誰とやってんだっけ、ドネア、ドネアともやってますし、ドネアとやっては負けましたけどね、あと、うんうん、ジョニー・ゴンザレスとか、マルケスとか、おマルケス、ね、ジョニーゴンは有名だからな、ジョニーゴンとマルケスで勝ってますからね、すごいね、これ有名な選手に勝ってんだ、剣王子してますから、長谷川穂積君も誰かとやってる、長谷川穂積君はジョニーゴンに負けました、剣王子してます、長谷川君が負けた相手に勝ってるわけ、剣王子してますから、すごいね、西岡はパンチあるんですよ、あれ、うん、西岡君のこの左ストレートはな、半端じゃないもんな、あれなんか4回戦か
プロデビューしたばっかりの頃、飯田さんとスパーやって。あ、プロデビュー前ですね。プロデビュー前か。中学校の時らしいですね、はい。中学校の頃は倒してるらしいですから、スパーリングで。そうですよ。飯田が世界チャンピオン。世界チャンピオンの時に、そう。中学校だって倒されてるんですよ。世界チャンピオンから世界チャンピオンになるちょっと前ぐらいでね。でも中学校で世界チャンピオン膨れ出してるの？そう。世界チャンピオンになるでしょうね。後々。本当、はい。あ、世界チャンピオンになる前の。なる前じゃないですか。なる前ぐらいかな。ちょっと前から。やっぱりその昔のなんか持ってるんだなこれな。遅咲きでチャンピオンになったんですよね、西尾仁岡君は。そう、運悪いことに途中でアキレス腱切ったりとかしてたんですよ。アキレス腱断裂とかして運も悪かったで、1年間ぐらいできなかったらしいですよ。そうだね。で本人腐らずに頑張ってなったんですよ。腐らずにやって取って、そっから負けたもんな、ならともな、防衛しな。腐らずやったのもあるけど、もう1人も勝ってるし、恵まれてますねやっぱね。普通だったらもう本当、まあ普通だったらできないよ、できないです、ね、そんなたくさん世界戦挑戦させるなんて、うん、いやだから運もあったんだな、運もあったんだね。ちょっと時代に戻りますけど、はい、コッチと平中さんが、あ、そうだ、ダウンと奪ってんですよね、2回。あ、そうだな、お、コッチって有名な選手だよ。俺2回ダウン取って惜しかったんだな。そう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 。あ、そうだ。え、でもその後にまた有名なエドウィン・ロザリオに勝ってるよね。そうそうそう、これ1回消えましたね。これも海外？海外です。あれ、おー、すごいね、やっぱりパンチあるやつ。ダウンはしないんだけど、レフリーが目見て相手のなんかね、うん、止めたんですよね。止めたんです。いや、エドイン・ロザリオってすごい有名な選手だからな、うん、チャベスとかともやってますし。なあ、勝ってんの？チャベスには負けてますけど。あ、チャベスには負けてるけど、うん、平中さんもじゃないですか。平中、海外で。そうだから、どうなるか。平中さんの話か。そうだ、平中さんの話してる。エドイン・ロザリオね、やべえ、渡嘉敷になってきた。いやいやいや、もう少し打たれたら俺になる。なんでや、渡嘉敷化してきた。やばい。今後どんどんビッグマッチが増えていくと思うんですけど、村田さんといえばこの間カネロだと噛み合わない。そう、ゴルフキンとか、うん、カネロとかもう有名選手とバンバンやればいいんだよ、うん、それは面白い。まあ、体格とパワーはやっぱり村田君が有利だと思うんですよね、今のパワーだったら、あの今のゴルフキンだったら、うん、で、ね、ガードはあのガードで非常に噛み合うんじゃないかなと思うんですよね、あのゴルフキンだと。あのカネロだとちょっと噛み合わない気がするんだけど、うん、ライトヘビーまで上がってるけど、どの階級でやるのかっていう。多分スーパーミドルでしょ。ライトヘビーって79キロ。いいね、減量きついね、カネロ。7キロも増量したんだ、すげえな、ね。ほぼ減量しなかったんじゃないの、ライトヘビーの時は。じゃあ。ミドル級に落とすの大変だよね。あ、そう、まあ、ミドルはもう戻らさないだろ、多分。多分だからスーパーミドルか、ライトヘビー。ライトヘビーは無理でしょ、村田。村田、あ、じゃあでも背は村田の方が全然でかいよ。あ、そうか。じゃあもうタイトル運動ではないと。でもカネロライトヘビーかなんかでベルト持ってなかったでしょ。持ってる。じゃあそれかけてやればいい、ね、4階級やってるからね。フランチャイズチャンピオンになってるからさ、カネロは誰とやってもいいんだよ、うん、世界ランク以外でもいいんだよ、あいつ。もうあれですもんね、ダゾンだっけ、契約して。ダゾン、そうそう、ある程度名前の通ったやつとして、この遊びだけでしょ。そう、400億だから。4年間かなんかで中南試合で460億だろ。470億契約してましたすごいですよね。12月できればいいんですけど、ちょうど村田君今ね2連続契約か、いい勝ち方して波乗ってるんで。いや強くなったよな、はい、いやいやいや、これから金野ともう一人ゴルフキン、はい、ゴルフキンとやる前に金野と来たんだ、うん、なんか金野の方が最近はなんかね、ね、噂立ってるな。そうそう、ね、それいきなりなんか金野対ゴルフキンになってましたよね。はい、やるのそっち。だから金野とゴルフキンの勝者とやるみたいな感じ。まあ、けどどっちみち金野なんでしょうね。でも12月に金野でやるかもしれないって話はあるよな。でそれが一回だから流れたっていうか、本決まりみたいなこと載ってたけど、その間にゴロフキン対カネロでやって。そう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 。まあでもどっちみちね、カネロじゃなくてもゴロフキンとできればね、うん、いいじゃないですか。まあどっちも強いからな、はい、どっちも世界に名前あるからな、これは面白いな、はい、うん、まあまあまあ、まあ、ゴロフキンの方が俺たちは可能性あるとは思うけど、カネロとやればビッグマッチだからな、これな。ゴロフキンも強いですけどね。強いと言ったってもう22回防衛してるんだから、体はやっぱりガタきてるよ、はい、ですけど持ってんすよ、パンチ力。そうかな、ゴルフキンは。ゴルフキンは昔の力はないと思うから、チャンスはチャンス。まあそうですね。ただカネロとはもうこれはもう危険度はあるけど、はい、みたいな、うん、カネロだとやっぱり
スピードもあるしテクニックがあるんで、なんか翻弄されそうな気がするんですよね。まだ今ギンギンだからな、4階級制覇したら、うん、ただ4階級のうち どこで戦うんだろうな、村田とだもうモデル級には落とせないんじゃないですかね、カネロは。きついよね。スーパー、西アルとしたらスーパーミドルじゃないですか。スーパーミドルかライトヘビー。ライトヘビーじゃ村田くんはきついじゃないですか、逆に。スーパーミドル75キロか、それにゃ、うん、初なるよな、スーパーミドル取ったら。日本は初めてですね。日本初だな、はい、韓国は取ってますね、一人。いや、こういう言い方したら悪いけど、ミドルの方がレベル高くて、この上は落ちていくといえば落ちていくんで。まあ確かに。やっぱりミドル級ってのはね、激戦区なんですね。一番だから多いからな、うん、まあやっぱりここまで来たら見たいな、うん、せっかく、まあねうん、またミドル誰が出てくるの待ったらこれ何年待つかわからないもんな。今コロナ問題で向こうも試合できないわけじゃないですか。で1試合挟むってなったら、この時に村田君はどうするかですよね。1試合挟むのか、それとも開けるか、うんうん、じゃあ1試合挟んでやろう。そうですね何タイトルスパーリングマッチでもいいやゴーンと入ってくるよそれ絶対みんな見たいと思うよ。思わないよ、お前。やろうよ、1ラウンド1ラウンド1ラウンドでやるって。村田チャンピオンちょっとやりましょう、お願いします。こっち現状なしで向こうはジュニアミドルのまた落とさせて落とさせて軽量っても食わせたくてかわいそうだな地獄ですね。いやでもそれぐらい日本人も体が大きくなって、今そうですよね。てかもう僕がやってる頃も体大きい人いっぱいいるけど、ボクシングに来ないだけなんですよ。ああ、まあ、野球とか違うスポーツに行って、そうそう、でかいスポーツにみんな行っちゃうからな。ボクサーに来たのが僕らの頃は落ちこぼればっかりなんで。ああ落ちこぼれねこれでかいのみんなさ、はい、一回さ、あの安倍総理がさ、いやスポーツはもうでかい人はボクシングしかできませんこの5年間はって言ったらすごいレベルになるな。この5年間ボクシングしかできないんだよ。みんな来るんだよ。それはもうチャンピオンいっぱいできるでしょ、ね、すごい。ヘビー級チャンピオンもできるかもしれない。ヘビー級もできるかもしれない。できるよね。お相撲さんとかさ、日本国民の体でかいさ、みんなボクシングしかできないってなったら。そうそう、だから日本人もだって今なスーパースター結構いるから、結構面白いな、大きくなってきて、うん、はい、だから体あ、八村ね、八村君もね、八村君だってな、こんなにやらせてヘビーでさ、夢はありますよね。夢はあるよな。日本人も運動神経すごい今いいもんな、うん、やっぱり体大きい人はやっぱりそういうバスケだ、相撲だ、野球だって、やっぱりお金になる方に行っちゃうじゃないですか、ね、でかい人はね。でもやっぱり活躍してるもんな、でかくて大きい、そうそう、あのスポーツでも、うん、ぜひあのボクシングに皆さんでかいとってください、ね、まあ、ぜひ。夢ありますよね、夢あるよ。ボクシングは本当に夢ありますからね。いつか世界ヘビー級で取れるなんてなイメージあるよな。じゃんじゃんやってもらいたいですよね。だって京太郎君だってさ、世界ランカーとやって負けはしたけど、そこまで来てるんだよ、うん、だんだん。まあそうですよね。な、世界ヘビー級なんか一生できないと思ったんだよ、日本人が、うん、それは来てるんだよ。ああ俺も大きくやなベビー級だからな俺な